どうもでですすすす今日はですね恩返しししをするということといいいいこについてお話ししたいと思います、えー、僕はですねその恩返しをこうしようと思っている人っていうのがこう何人かいるということあとお店ですねお店もその恩返しをするというかその,、えー、そのつながりというかそういうものをこう僕は大切にしたいかなというふうに考えております。 でえー、そうですねまあ人でいうとですねまあまず身内ですよね両親えー、まあ家族であったりとかえー、まあまあ兄弟とかね、えー、その辺はやっぱりねこういろいろ特に両親なんかはねえー、やっぱ恩返しというかそういうまあことをしたいしたいというかまあ自分で ちょっとずつできてると思ってるんですけど今いろいろこうやってるでまあ両親も喜んではくれてるんでまあまああのー、できてると思いますしそのやっぱりそのまあ親孝行であったりその恩返しの幅をねこう広げていきたいなというふうに考えています今はねそんなにだからお金にお金がこうたくさん手持ちがあるわけじゃないんでですねその、えー、できる範囲でね。 お金を使うものであればでできる範囲でこうやっていくと,あとはまあまあこう自分がいろいろとこう見つけて健康にねこうつながっていくこう健康で長生きできるようにするためにですねこういうものをした方がいいこういうことをした方がいいしこういうものを食べた方がいいしっていうのをこうでまあ両親にとって合わなかったりちょっと続けられないものはまたこうやめてですね違うものをこう提供したりするそのために、ね のね情報であったり自分がこういいものであったりというのはこう両親にはこう進めていくただその両親がねそれを受け入れてやるかやらないかは両親の自由なんでその辺まではあれですけども一応そういう形はとっていますだから健康へ導くためのものであるものはこうま全、あ、てこう伝える形ですねにしていますほんでえー、まあ兄弟 兄弟ですね。兄弟はまあ弟たちですけども、えー、まあもうちょっとしたらですね、えー、いろいろとこう弟たちも、えー、僕を兄貴として持ってることのでもう俺が兄貴でよかったなと思ってもらえる状態にこうだんだんとこうなっていくかなと今まで、ね、ただ普通に兄弟というだけでしょうけどもこれからどんどんと、えーまあ、弟たちの 人生というかいろんなことが変わってくるかなと僕が兄貴であることによって良くなっていくことがちょっとずつ増えていくかなというふうに考えます。ほんで友達というか僕は基本的に友達はいないという考え方ではありますけども人間関係で大切にしたい人っていうのはいるんでですねその人たちもですねだんだんとですね僕が の人間関係があることによってですね、えー、良いことになることが結構こう出てくるかなというふうに思います。まだまあまだまだ僕もねこれから修行、えー、のみというか、どん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 こう高めていかないといけないんですけども、えー、そういうことでこういろいろと恩返しする。で、恩返しリストというのを僕作っててですね、でこの人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 と書いてね。 でえー、それを1週間に1回見直すようにしてですねほんでああこういうどうしよるかなとか思ったりもするしんなかなかね、えー、恩返しがこうできてない状況連絡も取れてない状況ではあるんですけども一応自分の恩返しリストの中に入っている人たちはねすべ、えー、てこういい方向へ持っていきたいと。 いうふうふに考えてますそのことそれに対してはですねこう、えー、出し惜しみすることなく、えー、自分のこうできることをしていきたいというふうに考えておりますで、えー、お店お店もね、えー、やっぱりその恩返しというかですね、えー、自分がねこういや,いややることはしないですよ無理やりやるっていうのはしないですけども、えー、義理とかでやるっていうことではなくて心からやるんですけども、えー、やっぱりこのお店をこう紹介しようと。 えー、思ったりその話の中でこう出て無理やり出すことはないですけどもお客さんとの会話の中で、えー、いいお店自分がこう大事にしたいというお店はどん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 こう紹介するようにこうしています。自、えー、自分の、えー、自分のの 人間関係の中でこうやってる人のところのお店を紹介することもありますし自分が使ってみてねこういいなと思ってるところに関してはですね、えー、どんどんこう紹介していってですね、えー、使ってもらえるといいかなと思いますで、えー、僕自身が使うことだけじゃなくてね他の人も使うことによってそのお店がですねこう繁盛するなりそのプラスになっていくっていうことは結局僕もこうずっとこうそのお店を利用することができるようになるということなんでね、えー、その辺ねこう大切にして いいきたいなと思っていますだからいいお店っていうのはやっぱりこう、えー、勝手に流行っていくとかそういうことじゃなくて、えー、行ってる人間がですねそのこう広げていくっていうこともこう、えー、必要というか僕はえそういうことがやっていくことがこう良いお店をこうつなげていくことになるかなと思うんでですね、えー、その紹介っていうのはこうしていくというところですね。そそれとですね例えばその チェーン店でです、ね、そのいろんなこうところにお店があってもですね、えー、そのお店で買うと決めた時はですね、えー、僕の中ではそのお店を、えー、利用するようにするほんで、えー、どうしてもねこう条件が合わなかったり、えー、都合がよくない状態でですね、えー、違うお店で、えー、買う場合もなきにしもあらずなんですけども何か目的を持っていくんであればいいんですけども 基本的にここで買ってるんだからその,ものそのものはそこで買おうという感じですね。そこでのこう、えーまあ、チェーン店とかで人間関係っていうのは作りにくいことではあるんですけどもできればね、えー、お店の人とこう仲良くなったりとかね、えー、自分自身をこう知ってもらえるとこまでねこう行きたいなと。えー 街違う街でねすれ違ってもあれなんですけどお店の中では、えー、例えば僕が来たら「ああのー、いつも買ってはる人やな」っていうようなところであとちょっとこう喋っていってこう仲良くなれたら結局ねその教えてくれるんですよねそのお店の人がね。 えー、その専門分野のことがありますよねそのやってるお店の、えー、そのことに対してねこうやっぱりこう知識とかいろんなことを知っておられるんでねまた教えてもらえるんですねそうすると僕はただ買い物を着てるだけなんですけどもその買い物プラスなんかいろんなことをこう教えてもらえる状態になるというところで、えー、なるべくねそのまあ えー、親密になるところまで行けないなかなか難しい、まあ、距離感はあるでしょうけどもなるべくここを近づけていきたいなというふうには考えています。でそうすることによって何かをねこうその会話の中で何か教えてもらえたりとか、えー、することであったりとか何かのヒントを得られたりとかですね、えー、そういうことがあるんですね。で、えー、やっぱりその何かをこうある程度こう知っててこう。 まあ極めてるというかこうやってはる人っていうのはそういうの話すのも好きなんですよね、えー、人にこう話すのが好きなんでこっちが興味を持って聞きたいことをこう聞いていくとですねしっかりこう教えていただけるんですねその知っておられることをこうしっかり教えていただけるだからなるべくそのただそのお金払って買うだけっていう関係ではなくてですねそこにこうちょっとした人間関係を作るってですねその十分は得られると でそういうことをこう教えてくれてる人に対して人がやってるお店っていうのはやっぱりもう一回使いたいとで。もっとこう紹介したいというふうになるんですよね。だからそれがこう恩返しにつながるかなというふうに考えてます。だから人とかお店とかそういうことに対してですね、僕はそういうのを大事にしたいなと思っております。ということで今日は、えー、恩返しをするということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。